牧野智明はユニフォームを脱いだことでイエローカードを受けますが、なぜか嬉しそうなリアクションを取ります。この場面は引退する村上氏のセレモニーで起こりました。アンダーシャツに書かれた感謝の言葉を披露した牧野に対して村上がカードを提示するというユーモアあふれる返しをしたのです。当然公式記録にイエローカードは記録されていません。